はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、控え選手の試合中の準備の仕方、どのように過ごしてるのかというふうなところをね、ちょっとお話していきたいなと思っております。なんでいきなりこんな話題をね、話すのかと言いますとね、昨日ですか、増田大輝選手がね、途中から出場して、守備ですごくいいプレーあってね、最後、甲子園球場でゲッツー取って試合終わりましたけども、やはり、途中から出てってね、ああいうプレーをするっていうのはすごく難しいことですし、皆さんの中にもですね、なんか、増田すごいなとか、いぶし銀やなとかいうふうに思った方、たくさんいらっしゃるんかなというふうに思いまして、さてね、こういういぶし銀というか、途中から出場していく選手たちが、一体試合中どのような感じで、過ごしてるのか、準備をしてるのかというところをね、ちょっとお話していきたいなと思います。はい、その前にですね、いろいろね、その選手のポジションであったりとか、まあ、役割であったりとかっていうところによって、多少ね、ちょっと違うところはあるんですね。で、まず僕の、ところからお話ししますとね、僕はジャイアンツにいた時はキャッチャーとして、やっておりましたんで、まあ、キャッチャーっていうのはですね、まあ、皆さんもお分かります通り、あんまり交代しないんですね。うん。で、大体、まあ今でもジャイアンツの、キャッチャーは3人入ってますよね。岸田選手、小林選手、大城選手入ってますけども、実際、その3人が全員試合出る、時ってあんまりないじゃないですか。だから、僕の場合、キャッチャーの場合で言うと、あまりね、いきなりこうキャッチャーをいきなり変えるっていうのはないですし、まああるとしたらですね、こう、ボールがバーンってぶつかったりして、ちょっともう試合に出場できないとかっていう時であったりとか、例えばこう、まあ、代走出してね、そこから、変わってキャッチャーに入るとかはあるんですけども、あんまりまあ、キャッチャーっていうのはね、交代は、基本的にあんまりないんで、まあ、準備の仕方もね、結構わかりやすかったりするんですね。で、まあ、今日お話しするのは、例えば、増田大輝選手のような内野手であったりとか、まあ、久吉選手みたいな、ちょっとまあ、代打の一番手みたいな感じのね、選手であったりとか、そういったところもね、見ていきたいと思います。まず、まあ、増田大輝選手は、まあ、内野手というところで、まあ、足もあったりとか、守備からもあったりとか、いろいろありますと。で、まず最初にそのセリーグとパリーグ、まあ DH 制があるのかないのかっていうところでも結構ね、準備の仕方って変わってきまして、まあ僕は一軍に上がってね、上がったことがない選手なんで、まあ、一軍の事情はね、詳しくはわからないですけども、まあ、二軍はですね、DH 制度があるので、まあ、パリーグの、まあ、準備の仕方と、まあ、似てるのかな、というふうに思ってますと。で、まあ、DH 制が、あるのかないのかで、準備として大きく変わるのは、DH 制があればね、あんまりこう、せかせか準備をする必要がないんですね。なぜかというと、まあ、DH 制というのは打者がね、入るので、ピッチャーの代わりに入るので、基本的にそんなにね、選手交代っていうのはないんですね。まあ終盤に、あったりとか、代走出したり、代打出したりっていうのはありますけども、基本的に DH 制はあまりこう、交代っていうのが、頻繁に行われる感じではないんですね。で逆に DH 制がない、まあピッチャーが打順に入る場合であれば、ピッチャーのところに代打出したりとかっていうのは、まあセリーグでは頻繁にありますから、そのところでね、誰が代打出んのとか、その代打に代わって、ピッチャー入ったりとかね、逆にこう、イニングの途中でのね、ピッチャーの交代だったら、違う打順にピッチャーを入れたりとかするんで、そういったところですごく準備が、せわしなくなるというところですね。だから、まあ、パリーグ、まあ、DH 制がある場合だったら、まあ、そんなにね、頻繁に交代はね、序盤からはないので、まあ、どっちかというと、ベンチでこう、まあ、ドカッと座ってるじゃないけど、まあ、若手であったらね、あー、いけー、ナイスボールとか、なんか、いけーよーとか言って声出したりして、まあ、試合を、まあ、過ごしてますと。で、まあ、ベテランとかの、選手だと、まあ、ドカッと座ってるよね。あー、頑張れよーみたいな感じでね。まあ、ちょっと、のんびり過ごしてることが多いですと。
で、逆に先ほど言ったように DH がないようなセリーグの時だと、まあ序盤にね、ピッチャーがちょっと、例えばちょっと崩れて、交代する場面であったりとかっていうのはありますから、常にこう試合展開をね、見ながらね、あ、ちょっと動いておいた方がいいかなとか言って、こう、裏でダッシュしたりとか、素振りをしたりとか、ストレッチをしたりとかね、ちょっとこう、ベンチにいながらもこう、ちょっとこう、足踏みじゃないけど、こう、ストレッチをしたりとか、こう、動きながらね、体を止めないようにしたりとか、っていう風な準備の仕方っていうのがあるんじゃないかなと思います。で、まあ、代打の一番手というかね、まあ、例えば、長野さんとか、まあ、ああいうベテランの人で、まあ、代打、起用がほとんどやなっていうような選手であればですね、非常にこう、まあ、ゆったり過ごしてるんですね、試合中も。で、それでまあ終盤とか、そういう代打、ここでっていうところに合わせて、まあバット振ったりとか、まあ東京ドームであれば、打ち込むところもね、裏にあるんで、バッティングをね、できるゲージがあったりとかするんで、そこでちょっとこう打ち込んだりして、試合のモニターを見ながら、こう調整したりするんですね。で、皆さんちょっと疑問に思われている方いらっしゃるかもしれないんで、ちょっと補足してね、説明したいんですけど、例えばね、代打の切り札みたいな感じで言われてる選手が、めちゃくちゃな、調子が良くて、スタメンになったりとかするときあるじゃないですか。スタメンで出たりするときあるじゃないですか、たまにね。で、それで3安打とか、例えばね、打ったとするじゃないですか。バーバーンってヒット打ったとするじゃないですか。で、それで、ファンの方とかって、いつも代打の切り札でやってくれてる、選手が、スタメンに出場して、こんだけ打ったんやから、次の日もスタメンで使うやろって、まあ、大体思うと思うんですよ。だけども、そういう時って大体次の試合ね。まあ、時と場合にもよるんですけども、また代打のポジションに戻ったりすることってあるんですよ。で、それって、実際選手どう思ってるのかっていうと、正直何とも思ってないというか、うん、まあ、いつものところに戻ったなっていう感じなんですよね。で、まあ、それはね、結構まあ、経験を重ねた方は多分そういうふうに思ってて、まあ逆にこう、若手の選手とかであったら、なんで俺試合に出さへんねん。さっき、この間、久しぶりにスタメンで出て、3安打打ったのにっていうふうに思うんですけど、まあ例えば今で言った長野さんとか、ああいうベテランの方っていうのは、まあ、そんな感じでは思わないというかね、いつもの代打の一番手のところに戻ってきたみたいなところがあるんで、まあ試合には出場したいとは思ってるんですけども、まあその、3安打打ったからスタメンで使えよとかはあんまり思ってないと思うんですね。僕の憶測ではあるんですけどもね。うん。はい。で、まあ試合に出場するとき、まあそういうベテランの、まあ代打1番手みたいな方が、試合に出場するとき、スタメンで試合に出場するときって、もうあらかじめね、明日、ちょっとこう、スタメンで、この打順で、出場させるから頼むぞみたいな感じで、あらかじめこう一言ね、言われてる場合が多いので、まあ準備はできたりできるんですけど、まあ基本的にそういう代打の一番手みたいなところの人っていうのは、まあ必殺仕事人じゃないですけども、まあそういうところでね、常に、試合を見てますから、その3安打打ったから、スタメンで使われるやろ、みたいな感じの感情は僕はないんじゃないかな、というふうに思ってます。はい、そんな感じでですね、今日はですね、そのスタメン以外の選手、まあ試合中どうやって過ごしてんのみたいなところで、ちょっとお話をしてきました。まあまあやっぱり DH 制があるのとないのでは、やっぱりこう、投手交代であったりとか、投手のところに代打を送ったりするんで、非常にね、DH 制がないと、セリーグのようにね、頻繁にこう、選手の入れ替えがあるんで、選手のこの、スイッチのオンオフの切り替えもね、結構難しいんですよね。まあ僕はキャッチャーだったんで、そんなにこう、なんていうの、頻繁にこう、出たり、入ったりとかはしないポジションなんであれなんですけど、まあ内野手の方とかね、そういったことはめちゃくちゃこう、外野手もそうですけども、こう、いろいろこう、めちゃくちゃ準備して世話しなくやってるっていうのがね、あったんで、まあちょっとアマチュア野球とはちょっと違うというか、アマチュア野球とかだったらこう結構なんかドリンク出してとか、なんかこう、人にグローブを持ってってとか、なんかこう、あるじゃないですか。まあそれもまあプロ野球の世界にも、まあ多少あったりすると、グローブ持ってったりとか、ああ、そういうのはありますけども、まあそういったところよりもどっちかというとやっぱ自分個人事業主っていうところがあるんで、まあ準備をしたりとか、その刺されないようにね、こう誰々行くぞみたいな、例えば小山行くぞって言われた時に、おーいってなるのと、よし来ましたかというふうに準備万端ですというふうに思うので、やっぱり結果とかにもまあやっぱ変わってきますんでね。
差し込まれないように、やっぱりこう、まあ、セリーグというか、まあ、DH がない野球をしてる方はですね、非常にせわしなく準備をしてるんで、まあ、たまにね、ナイターとかで、こう、ベンチがこう、ベンチこう、カメラで抜かれた時に、あれ、〇〇選手おらへんなとか、あれ、なんか、いつ、例えばこう、何してるんだろうとか思う人もね、いると思うんで、ちょっとね、今日はそういったことをお話ししていきました。はい、まあ、やっぱりこういうね、世話しないというか、まあ、たくさん準備をしてるんで、昨日のね、増田大輝選手のようにいいプレーをね、完成させたり、できたと思うので、まあ、そういったね、スタメンの選手じゃない、ところにもね、ちょっとね、皆さん注目していただきたいなというふうに、思っておりますので、これからもね、すごく、ヒリヒリなね、ヒリヒリする戦いが続きますけども、まあ、スタメンの選手はもちろんですけども、そういう控えの選手がどれだけ活躍するか、どれだけこう、仕事をしてくれるかみたいなところで、ジャイアンツの、ね、勝敗というのも大きく変わってくると思いますんで、ぜひね、皆さんもテレビ観戦であったりですね、球場に行った際にはですね、ベンチの中というところにもね、ちょっと注目して、あれ、〇〇選手がいない、だから準備を始めてるのかなとか、〇〇選手がそろそろ出てきそうだなみたいなところをね、見ていただけるともっと野球観戦楽しめるのかなというふうに思いますので、これからもね、小山翔平ベースボールチャンネルの方もよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日はおできます。いつもおできます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおできます。じゃあ、バイバイ。